サムエル記下第6章。ダビデは再びイスラエルの襟抜きの者3万人をことごとく集めた。そしてダビデは立って自分と共にいるすべての民と共にバーレ・ユダへ行って神の箱をそこから書き登ろうとした。この箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名をもって呼ばれている。彼らは神の箱を新しい車に乗せて山の上にあるアビナダブの家から運び出した。アビナダブの子たちウザとアヒオトが神の箱を乗せた新しい車を指揮し、ウザは神の箱の傍らに沿い、アヒオは箱の前に進んだ。ダビデとイスラエルの前家は琴と盾ごとと鉄積みと鈴とシンバルとを持って歌を歌い、力を極めて主の前に踊った。彼らがナコンの内場に来た時、ウザは神の箱に手を伸べてそれを押さえた。牛がつまずいたからである。すると主はウザに向かって怒りを発し、彼が手を箱に伸べたので彼をその場で撃たれた。彼は神の箱の傍らで死んだ。主がウザを撃たれたのでダビデは怒った。そのところは今日までペレズ・ウザと呼ばれている。その日ダビデは死を恐れていった。どうして死の箱が私のところに来ることができようか。ダビデは死の箱をダビデの町に入れることを好まず、これを移してガテ・ビト・オベデー・ドムの家に運ばせた。神の箱はガテ・ビト・オベデ・エドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデ・エドムとその前家を祝福された。しかしダビデ王は主が神の箱のゆえにオベデ・エドムの家とそのすべての所有を祝福されていると聞き、ダビデは行って喜びを持って神の箱をオベデ・エドムの家からダビデの町に書き上った。主の箱を書く者が6歩進んだ時、ダビデは牛と肥えたものを犠牲として捧げた。そしてダビデは力を極めて主の箱の前で踊った。その時ダビデは天布のエポデをつけていた。こうしてダビデとイスラエルの前家とは喜びの叫びと角笛の音を持って神の箱を書き登った。主の箱がダビデの町に入った時、サウルの娘ミカルは窓から眺め、ダビデ王が主の前に舞い踊るのを見て心の内にダビデを蔑んだ。人々は主の箱を書き入れて、ダビデがそのために張った天幕の中のその場所に置いた。そしてダビデは燔祭と周音祭を主の前に捧げた。ダビデは燔祭と周音祭を捧げ終わった時、万軍の主の名によって民を祝福した。そしてすべての民イスラエルの全民衆に、男にも女にもおのおのパンの菓子1個、肉1切れ、干しぶどう1塊を分け与えた。こうして民は皆おのおのその家に帰った。ダビデが家族を祝福しようとして帰ってきた時、サウルの娘ミカルはダビデを迎えて言った。今日イスラエルの王はなんと威厳のあったことでしょう。いたずら者が恥も知らずその身を表すように、今日家来たちのアシタメラの前に自分の身を表されました。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもまたその前家よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君と知られた主の前に踊ったのだ。私はまた主の前に踊るであろう。私はこれよりももっと軽んじられるようにしよう。そしてあなたの目には癒しめられるであろう。しかし私はあなたが先に言ったはしためたちに誉れを得るであろう。こうしてサウルの娘ミカルは死ぬ日まで子供がなかった。